はい。どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況する、コールオブデューティブラックオプス4フリーフォール。今回もアフレコ実況の方で、プレイさせ、解説動画の方ですね、やっていきたいなと思います。ステージはミリティアで使っていくスペシャリストはトルクですね。今回使う銃が、マックスバウンライフルで初期から使えるオーガーという、武器に、大口径1、2とファストマグをつけた装備と、あと、デュアルスコープだったかな。まあ、2倍と4倍の倍率を変えられる、スコープをつけて戦っていきたいなと思います。この銃の特徴は、単発式、いわゆるシングルで撃てる、まあ、1発ずつ弾が出る銃なんですけども、上半身に当てれば2発ぐらいで倒せるので、なるべく、敵に、ね、当てるのを意識しながらの、戦い方をやっていこうかなと思います。特にこのマップはね、ロングレンジが取れるところが多いので、そのあたりうまくやっていこうかなと思います。グッドエフェクト。マックスマンライフルはね、どうしてもこう当てないとこう敵を倒せないので、少しね、難しいのかなというところがちょっと印象があるんですけども、このステージ、特にですね、まあロングレンジが取れるので、しっかり構えながらマックスマンライフルで戦っていこうかなと思います。今回も、トルクなので、レーザーワイヤーを使って、後ろから敵が来そうなところだったりとかに、こう、ワイヤーを置いて、敵がね、来る進路を限定していこうかなと思います。さあ、この状況下だとね、今ね、リスポーン地点があそこなんですけども、この銃のね、強みはやっぱり、ああいう距離をね、きちんとさばけるところなので、あとは弾がね、どうしても20発しか、ね、右下に残り20っていうから17に変わったんですけども、残弾数をね、しっかりこう、把握しておくことがこの銃の、使いやすさにつながるかなと思います。で、このステージなんですけども、まあ、こちら側の外周ら辺で戦う人と、中にね、建物とあと教会がここあるので、ここで戦う人で2人で分かれるのと、あと、この先を越えたところに橋があるんですけども、そこはね、ロングレンジが取れるので、そこで戦う人が比較的多いのかなという印象です。で、今前方にね、トルクのワイヤートラップあったんですけど、あれはね、無理に破壊することはないので、自分が戦いやすいところで戦えればいいかなと思います。このマップだとここがすごく強いのかなという印象ですね。さっきの橋のところです。さあ、後ろからリスボンしてきた相手にやられたのか、さあ、遮蔽物に隠れて、しっかり回復します。接近戦もこの銃はね、当てればね、倒せるから意外とね、接近戦も、倒せることができるんですけど、やっぱりどうしてもね、単発の銃なので、やっぱりあんまり距離が近すぎるのは良くないかなと思います。これぐらいの距離でね、さばいていくのが一番いいのかなと思います。バッテリーキュー。さあ、UAV とケアパケを、出すようにしています。コムセックデバイスを今回も持ってきているので、5キルすることによって UAV とケアパケが両方出せるという、感じです。さあ、今いい流れですね。これで今8人ぐらい倒したかな。いい流れですよ。さあ、後ろショットガンで倒されると。今のはいい、流れで引き倒せるかなと思います。さあ、ここでヘルストです。さあ、一人も倒せなかったですね。さあ、ここにケアパッケを。俺のビーコンを頼りにケアパッケージを送ってくれ。さあ、前方に一人やりきれない。さあ、右で待ってたんで倒していきます。今2位とは、6点差ですね。17対9。セントリーガンが出たんですけども、敵が出てきたところは先打ちで倒せるので、ああいうところはね、非常に先にね、角に飛び出してきた相手に対しては先に撃っとくっていうのはね、とても大事なことなのかなと。セントリーを展開。さあ、これ、セントリーガンを早速出します。このマップはね、比較的ここでもね、人が集まってくるんで、この辺りが一番いいのかなとは、思いますけども、バリケードを置いてしっかり、裏からね、敵が来ないようにして、で正面岩の裏で RCXD が来る。やられると。
今作は結構 RCXD のこのモーター音とかはね、結構、拾うことができるので、まあ、音響センサーとかつければもっとね、敵の足音も聞こえるんですけども、今のちょっと危なかったですね。セントリーが一人倒してくれました。で、正面でプロフェットの人のに倒されて、倒して美味しいですね。プリホはね、ああいう漁夫乗りでね、ダブルキル取れることもあるんで、常にね、敵が、来ると思って戦ってた方がいいんで。さあ、正面。あれをやれたのは大きいですね。今回、今作の美容法は自分で回復しないと体力が、回復しないので、その回復をするタイミングっていうのが本当に大事なのかなという印象ですね。さあ、またあそこの正面ですね。車のところで敵がいて倒して、左チェック。足音がして、で、これ、ウォーマシンにやられるんですよね、これでも。あそこで倒したのは良かったんですけどね。で、デュアルスコープをつけてきてるので、ちょっと遠くの敵にはね、右スティック、構えてる時に右スティック押し込みで、倍率上げることができるので、そのあたりは、うまく使っていければいいのかなと思います。さあ、残り3キロです。ワイヤーを設置した。しっかり。ここはね、境界から出てくるとね、遭遇戦になりやすいので、なるべくね、ちょっと遭遇戦に弱い武器使ってるときは、あそこは行かない方が賢明ですかね。さあ、正面を警戒しつつ、左に一人いますね。上空に敵の UAV。ここでやり合って、一人いたけど、やりきれてない、接近戦です。さっきの人が帰ってきて倒して、ここでリロードです。僕は結構リロードをすごく好きなので、リロードを結構頻繁にやるタイプですね。さあ、ここでさっきの人を倒して、ここのゲームは勝つことができたと。はい。なかなかね、マークスマンライフルの単発式使うの難しいかなとは思うんですけども、ぜひ使ってみてね、弾を敵に当てるっていうことをね、意識して戦えれば、マックスマンライフルすごく使いやすいので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お楽しみに。お疲れ様です。